洗濯機や冷蔵庫、エアコン、照明などの家電をインターネットでつなぐ IoT 家電。家電をクラウドの環境下に置くことで、スマホや AI スマートスピーカーを通じて遠隔操作が可能になったり、家電同士を連携させたり、新たな機能が後から増やせるなど、私たちの暮らしがより快適になりますが、そんな IoT 家電に関して日本は世界の標準規約からかけ離れているガラパゴス化が懸念されているんです。現在は各社の独自規格でそれぞれが持つクラウドにつながっているため、操作する際メーカーごとのアプリをダウンロードする必要があります。この問題解決に期待されるのが、アメリカで昨年登場したスマートホームの新たな規格、マターです。家電などの IoT 機器がマターに対応していれば、どのメーカーの製品であっても機器同士が接続可能に。この規格に準拠したデバイスであれば、一つのアプリで全ての IoT 家電を操作できるのです。この規格には Amazon、Apple、Google、Samsung、Huawei、IKEA など世界の名だたる企業が参加しているんです。しかしマターに参加している日本企業はゼロ。家電メーカーの顧客を囲みたいという気持ちと、それでは IoT 家電が普及しないという本音が交錯しているといいます。日本は今後この分野で世界と足並みを揃えていくのか、注視する必要がありそうです。